はい、では続きいきます。さっき止まったところ、音がおかしいところ、やっぱりライフポイントが減ってます。 LP が削られてますっていうことに気づきました。見せましょうか。ここでほら LP がまんべんなく1ずつ減ってます。なんかやられてます、完全に。あそこもう早めに決めたいですね。こっちから回ってみる。あ、これだ。いやー、めちゃくちゃ強かった。固定シンボルなので、おそらくもう敵は変わらないと思うんですよね。ディアブロが絶対に出てくるですよ。もうディアブロから逃げることはできないので、千切り。攻撃力上がってるか。まあでも上がってるか。っていうか、このインペリアルガードがすごく強いってだけ。インペリアルガード皇帝にしようかな、次は。皇帝感すごくありますよね、インペリアルガード。見た目完全に皇帝ですよね。で、奇跡。知らんけどね。知らんけどね。この妖刀、竜、竜光、竜光、竜光。なんかわかんないですけど、これの技を出したい。きっと悪魔特攻やから、ディアブロにバッシーン決まるんじゃないですかね。かといって、それのためだけに雑魚戦もしたくないっていう心もある。この辺で出てくれたら嬉しいなというぐらいで、通常攻撃でやつは行こう。まあでもあれっすね、一つ分かったことは、そんなに、ラピッドストリームじゃなくても、陣形次第でそこそこ早く動けるってことですね。普通に先手取れてますし、やっぱり予想通りというか、その陣形によって素早さがだいぶ違うってことですね、これね。スピードが上がってるのは前3人ですけど、動けてるしね、普通に。完全な先手ってわけじゃないですけど、もちろん。動けてるので問題ないんだろうと判断しましょう。こいつはやっぱどっちかというとこの元気っ子の方ですね。生命を回復するタイプの術を得意としてるんだと思います。じゃあ、タイマ神経、来た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 。これ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 、これや。タイマ神拳。あれをちょっとディアブロにぶち込むか。しかもなんか今、吸収みたいな動きになったな。あれをディアブロに決めよう。いきますよ。いきますよ。死んだらごめんやで。対策してない。ラッキーラッキー、ラッキールルー、タイマ神拳、ラッキールルー。これこんなことがありますか。ラッキー。まあそういうことか。まあそうですよね。シンボルはシンボルなわけやから、タイマ神拳めっちゃ効くやん。全体でこんだけ効くのめちゃくちゃでかいやん、これ。悪魔シンボルにはものすごく有効かもしれない。しゃあ。これ制圧したんじゃないか。おっしゃ。よし。オッケーオッケーオッケー、進んだ。ラッキー。マジラッキー。アマゾンストライクもいいしね。いや、めっちゃ進んだ感あるな。早く知人のやつ探さなあかんねんけど、進んでる。確実に進んでます。よし。これで、いけるようになったわけじゃないけど、話聞きに行こうか。最後速のぐらい。おい、どうした?大丈夫か?宝探しの人たちが来て、西の洞窟行ったよ。知人さんもついて行ったよ。もう、洞窟に楽器一つ落とした。新さん、北へ行ったよ。他の人はどうなったのかな。
もっと南に行くとムーっていう動物と暮らしてる人たちがいる。どんどん来てる、どんどん来てる。未だにムーと暮らしてる。ムーと暮らすのはしんどいんかな。これで、ここは行けたか？珍しい貝を手に入れたのだが買わないか。センクラウン。海の主の声が聞こえる。マジ？あいつやん。海の主の声って、キューキューって。え？ちょっと待って。え？ちょっと待って待って待って。海の主の声聞こうぜ。キューキューのやつですよね。どれ？これか。海風が捨てます。いや、捨てへん。ビジットです。なるほど。ちょっと待って、いろいろ進んだな。ちょっと待ってください。まだ制圧ではない。ムーの越冬地。詩人の洞窟言うてもてるな。どっち行こう。ムーの越冬地から行きましょうか。あ、これがムーか。かわいい。お？あ、泣いてる。かわいい。あ、囲まれた。お前は誰だ？ムーたちがナゼール海峡へ移動を始める時期で、ついに来た、ナゼールという地名が。心が間にモンスターの住処ができたので、なかなか動き始めないのだ。ナゼール海峡の氷が溶けて、南に渡れなくなってしまう。手助けする。とりあえず場所だけ聞く、関わらず、手助けする。おう。確かに君らは強そうだ。君らならドラゴンでも倒せるだろう。いや、無理です。では、よろしく頼むよ。モンスターの住処はこの南だ。了解しました。やることが大量にあります。やることがなかった時代が嘘のようです。やることが大量にあります。自営業3年目ぐらいの、やることいっぱいある。キューキュー。ここはきついな。ここで暮らしてるんですよね、みんな。ムーの移動に合わせて移動しています。へぇー。もうムーと共に生きとるわけですね。ムーの毛皮、ムーのミルク、ムーの肉、ムーの角、ムーの全てが私たちの役に立っています。ここで暮らせるのもムーのおかげです。お前、ムーの角を、いかがわしいことに使ってんちゃうやろな。あ？宿屋ないか。ちょっと宿屋に期待したんやけど、宿屋ないっすね。来てる。南のダンジョン、どっち行く？制圧となると南のダンジョン先やろね。行こうか。制圧したいんですよね。やべえ。あった。よーっしゃ、金。スプラッシャー、何これ。何これ、スプラッシャー。武器かな。剣、粉々にする。粉々にするって言われても。ブラッシャー、炎の剣の方がちょっと強いけど、なんか技あるんでしょうね。粉々にするんでしょうね、多分。クー、意外と雑魚と当たらず。これだ、サイケビーストゴールドバウムシザースパイダー。了解です。ファイナルストライク持ちですか。なるほど。本当に粉々にするわけね。ファイナルストライクって確か、もう自滅みたいな技ですよね。まあ、使うことはないな。多分、まあ、爆発させて、敵にダメージなんですけど、多分、しょぼいんですよね。ファイナルストライクが役に立ったためじゃないからな。おいしょ。あー強いな。なかなかの体力。うん、いいっすね。アマゾンストライクすごくいいっすね。早く動けてるし、おそらく盾もちゃんと出る。そしてあれです、攻撃力が上がっている。利点がかなり大きい。まあ陣形乱されれば終わりかもわかんないですけど、
静かに入っていったら気づかれないっていう。ちょっと待って。体術も使っとくか。こういう弱い敵の時になるべくね、ひらめいたりしておきたい。強いな、インペリアルガード。すごい強い。正味アマゾンは多分、腕力があんまり強くないんですよね。だから、大したダメージが出ない。インペリアルガードは、すごいそこが強いですね。普通にめちゃめちゃいかついダメージが出てくれる。スティンガンジャブ。これはどうしますか。あーね、水晶剣。当然水晶剣。ちょっと今もったいない状態なんですよ。4人アタッカーやからな。後ろのあいつ、まあ別に攻撃力か。なんかこのゲームダメージのバランスおかしくないか。すごい急激に食らうんすけど、生き返すこと前提なんですかね。だから試しときたかったんでちょうどいいです。こうなった時にどうなるかなんですよ。早く動けるのか動けないのか、陣形効果が消えるのか消えないのか。消えるな。向こうに先に動かれてます。もうとにかく一人死んだら一気に積むっていうのがこのゲームかな。じゃあ OK。 お強いですわ。まあ悪魔シンボルでもう例えばディアブロクラスが出てくるの分かってますし、もう相当敵は強いですから気を抜けません。ただそういうゲームやから、全然だから嫌ってことじゃないですよ。そういうゲームやからこれ。たまになんかね、そのどうするんねんこんなにみたいなことを言う方がいるんですよね。このゲームを捨ててこんなに敵が強くなっちゃったら済むぞみたいな、そういうゲームじゃないです。そんなサクサクいったら面白くないでしょゲームって。いいね、いいね、さん、いいね。剣、普通の剣でスタン取れる技ってあったっけな。スタンめちゃくちゃいいな、やっぱ。スタンで5人で詰めたら、もう、楽勝で勝てるかもしれへんな、ボスとか。おった!おわ。やばかったら退却して切り替えていくと。じゃん。多分大丈夫。ただ、巨人化されたらやばい。切り落としでいきますか。じゃあ切り落としターン狙う。じゃん。特殊効果は入らず。ただボスっていうことではないです。雑魚のシンボルのうちの一人やと思うから大丈夫でしょう。エラーボイス。ナイス、見切った。いいね。うん、大丈夫、倒せる。タンは取れなそうやな。あ、ていうかもう弱い、全然。よし、制圧かな。オーケーオーケー、次々と制圧していく。いいね、ちょっと宝箱探して。お、これは出てきた。優しい。なんで毎回こんなんしてくれてへんのに、なんで今回に限ってなんでこんなんしてくれたんやろ。うーす、行ってきたよ。ナゼル海峡の向こうに移動します。こっち、ここにいないときはあちらにいますから。はい。あ、年代飛ぶかな。最後族との間に強い信頼関係が生まれた。やったー、来た。よっしゃー、やりましたね、制圧。年代飛ぶ?飛ばない。イベント発生は、なず。イベント発生は、なず。
OK ですね。OK ですね。よし、続いて、情報なし。もうこいつはもうデクノボ、情報全くなし。じゃあ、次は、知人のところやね。ここっすね。行きまーす。ガンガン行こう。やることがあるって嬉しいな。暗いね、雰囲気が。水入る。わあ。うん、大丈夫。敵は強くない。強くはないが、こいつすげえ格好してるよ、見たら。構えがすごい。ディープワン。さっきテラーボイス見たんでね、テラーボイス見切りをね、完全に技として習得したいですね。テラーボイスってなんか、ボスとかでやってきそうやつね。あ、スピール。あたたたたたたたー !OK。ここもまあ、探索は制圧してからでいいか。制圧という概念があるかないかもわかりませんけどね。詩人が落としたものを取りに行ってるだけなんで、どこかに宝箱はあるんでしょう。魚、魚が来て上、あれ、いける、あー、いける、いける。ボス的なものがおるかどうかがわからない。あ、あった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 、落ちてる。あった、あった、あった。え、水路どうなってるんやろ。え、え、え、あ、あった、あった、ここにもある。宝箱、いやー、あった。詩人のフルートゲット。よし、もう、もういいやんか。ベインサーペント大怪獣、初めて見たな。初めて、初見ですね、やつは。水長剣、水長剣、号泣と。これでもう指示、北に行ったって言っとったんですよ。で、北はあれもう完全に、アバロンなんですよ。多分。もうんで、アバロンでもう取ったから、もうね、その後の情報がなかったから終わりじゃないかなと思うんですよ、予想では。一回あの山行ってみますかね。何さん忘れましたけど、山行ってみますか。弓の弱さがな、目立つな。弓気に入ってたけど、もう正直おさらばかな。弓の弱さが目立つぜ。ああ、ピッ、えっ、ここまで来るとはなかなかの強者だな。うーわ、マジか、こん、うーわー、おると思わんかった。ダンターグが貴様の力を吸収してやろう。マジか、ここで戦うねや。やるしかない。強そう、こいつ。なんか物理いきますって感が半端やない。ちょ待って、いけるかな。切り落としいくかな。切り落としいきますわ。で、で、足絡め、ライトボール、暗闇にできるかどうか。足絡め、スタン、スタン取れ、無理、スタン取れ、無理。あー、スタン効かへんかな。ぶちかまし、いける。ダメージしょぼい、ダメージしょぼい。
うわ、めっちゃ回復するやん。いや、ちょっと待って。でも、いけなくはないと思う。ちょっと待って。ちょっと待って。回復っすね。再生状態。いけなくなってない。生命、こいつでいいか。おら !2000! グランドスラム。え、何かわした。いけるんじゃこれ。勝てる。ダメージめちゃくちゃ入ってるし。短期決戦。来い来い来い。もう1万ぐらい、1万以上入ってますよ。これか。やべえ。999。いや、このターンでもう決めないともう無理ですね。勝てそうやけどな。アマゾーン。勝てそうな感じはある。アマゾーン決めてくれ。あー、くそ。いい人残ってる、いい人残ってる。決めろ。金ユータ最悪。立て行かれた。ちょっと待って、回復しよう。アマゾーン。熾烈撃。死んだかな。3ラッキー。金融だ最悪。マジかよ、こいつの盾の発動率。うーわ、もう頼むって、マジ許してくれ。インペリアルを回復してあげる。うわ、勝てそうやのに、マジで。おらチャージ。ちゃんとこいったぜ。うわ、めちゃくちゃ勝てそうやのに、悔しいな。きー、最悪や。熾烈撃決め切った。ナイスナイスナイシーナイシーナイシーすぎる。こいつ回復量少ねえな、マジで。もっとちゃんとやれや。月光の方がいいのか。仕事をしろ、仕事を。頼むから地熱撃で来い。回復されてっからね、串出し。生きたー、生きてこそ。うー、倒せない。悔しい、悔しすぎる。いけそうやのに。マジか、バカな。これ来るよ、これ来る、これで終わる。どうせ。バンバン悔しいねんけど。マジかー。いや、倒せそうやー。倒せそうです。っていうか、ちょっと待って、誰で行こう。フリーファイター、フリーファイター、フリーファイター。いや、倒しに行きます、倒しに行きます。これはの胸を晴らす。いけると思います。多分。こいつがまず見切りを持ってるのがでかいんで、熾烈撃の見切りを持ってますんで、やつを倒せれば、いやー、倒したい。行こう。よし。では、一回、セーブします。ここで。はい。で、味方揃えて、自然の洞窟、再度行きましょう。では、見ていただいてありがとうございました。